はいどうもりょういちです。それではセブンデイズトゥーダイやっていきたいと思います。今回はね、ちょっと探索の旅に出かけましょう。そしてね、今回ちょっと向かいたい場所が、おちょっとびっくりしたなぁ。今喋ってるところだからさやめてもらっていいかなよし、気を取り直して。そして今回ね、ちょっと向かいたい場所があるんですけど、それはね、原子力発電所です。 以前ね、ちょっとクエストを受けたのでね、えー、その、ちょっとね、原子力発電所に向けてちょっと行ってみようかなと。どうやら汚染されてるようなのでね、一応この X ラットスーツというものをね、えー、作りました。これで放射能を防げるのかな、少しね。わかんないけど、どれぐらい効果があるのかわかんないですけどね。これで汚染地域とかも行けるのかな、わかんないけどね。とりあえずこれで、まあ、えー、様子見しながら向かおうかなと思います。 で、原子力発電所の場所をね、ちょっとね、マップのあれで調べたら、だいぶ南にありました。この道ですね。この道をずっとね、たどっていって、町一つ目。で、二つ目にね、さらに行ったところにね、二つ目の大きな町があって、その近くにあるみたいなんで、とりあえずそこまで、えー、行きたいと思います。ずっともうこれね、たどっていってみよう。よし、行くぞ。まあ今回は結構ね、長旅になりそう。あと危険も伴うからね。 放射能でで死んしししまううっていいことももあるかもしれないしボス級ゾンビがいきなり出てきたらねやられかねないよよしとりあえずでもねどんなところかね行ってみようお町が見えてきましたねこれが一つ目の町かな一つ目の町草原の町っぽいね小規模なうわなんだあサイがいたサイいるじゃんちょっとサイ殺すしとくかサイもついでにやっておこう 最後はあの力の証明クエストで確か倒さないといけなかったからな。よし。よしよし。肉と皮はね、あんまりかさばるからな。持ちたくないんだけど。やばい。そして、音が鳴ってしまっている。よし。ここはまあいいか。この町はまた、ね、またにしよう。 特に何もなさそうかなそんなに大したものはなさそうだね小規模な街だよねうんヒドゥンのあれがあるな箱があるなヒドゥンはでも何も入ってないかもしれないからなそしてそうだ道を確認しようこっからこっからさらに南に続く道があるはずなんだよねたぶんこっちだなたぶん回こっちに出るんだなよし南の道ありましたね ここをまっすぐさらに行けばもう一つの街第二の街にあるはずだ。あ、あれかもう見えてるな。あ、意外と近いな第二の街。もう見えてるじゃん。あれか。結構デカめだったと思うんだよね。第二の街は。あ、そしてあっち荒野だな。あ、ビルあるね。荒野。そしてあの辺に横に、横の方にね、あるはずなんだよね。多分あの荒野のゾーンにあるはず。 原子力発電所がおお、市第二の町は意外と近かった。ビルが結構ありますよ。東ビルと出版社もあるし、えー、ディソングタワーもあるしね。森の町だけど、なんか怪しいな。マンションもあるしね。あ、戦車もある。いいね。戦車だ。何か見つかるか。T90。 おマイニングヘルメットかよ。マイニングヘルメットせめてソルジャーヘルメットじゃないの。そして、多分こっから横に伸びてる道から、ちょっと探れるかな。近づけるはずだ。荒野を横切るのは危険すぎるからね。 よし。おそらくこの道でしょう。一応、ここからラッドスーツをね、ちょっとつけていこう。すべての防具が外れちゃうからね、防御力はかなり厳しくなるけどね。あと、マイニングヘルメットも外れるんだな。かなり防御力は厳しくなるけど。大丈夫かなああ、完全。完全というか、前開いてるけどね。前開いてるから、閉めろよ。閉めないと、放射のダダ受けじゃん。あの、ボディだけ。ボディめちゃくちゃガードできてない。こ から危険だなうわ、いるな、犬もいるぞ。ライフル持ってきた方が良かったかもしれないな。この道を進んで、あ,あっちか。あっちだな。町を抜けた道。この道だな。この道を進んだら、水際だよね。水際にあって、道の一応曲がり道になってて、そこら辺にあるはず。 突き当たりぐらいさあこの霧の中でも見えるかどうかだなおなんか建物が見えてきたけどあれは別うわ危ない危ない危ない穴洞窟ただの洞窟かただの洞窟だなあ水がでも浸水してる危ない危ない深くなくてよかったあなんだ走ってるこれは違うただの小屋だよね まだ、うわあでっかいサソリもいる。あぶねえ。こえな、こうや。そして、この道。ガタガタの道。このあたりじゃないかな。曲がり道があるでしょ曲がり道はこれだ。確実に多分これだと思うんだよね。こっから近いはずだ。ここから、えー、っと、正面にあると思うんだよね。だから、 あの丘の上じゃないかな。あの丘の上だと思うんだよね。一旦バイクは置いていくか。逆に徒歩の方がね、小回り効くからね。よし。この辺は地雷ないだろう。おそらく。おワイヤーツールとチェーンソープレード無駄にかさばるぜ。よしよし。この丘の上怪しいな。怪しいけど怖いな。 何もないか地雷も気をつけないといけないよ鳥の巣とあれ地雷じゃね鳥の巣と石かな石だなこれは石だうわいる犬いた危ないバレたバレたよ弾入ってないよ降りろ下れ一旦下れ一旦下った危ない慎重に行こう感染とかもらいたくないしな やばい気温高くなってるな。やっぱ暑いのか。ランドスーツ。よし、犬は仕留めた。110、高えな。気温高すぎるでしょ。これだと、厳しいぞ。行動できなくなる。制限されてしまうな。このままだと。120を超えたらまずい。一旦脱ごう。よし、とりあえず全部脱いで。気温は下がり始めたか。さあ、行くぞ。この丘の上にあるのか、果たして。 うんまだ見えないまだ何も見えないな他途中だな怖いなこの辺り本当にうっかり地雷うっかり地雷は気をつけないといけないからな周りの敵もね気をつけていろんなやつ来るしゾンビ熊マとか来たら終わりに等しいからないくらそれなりに装備持ってても あいつらは結構厳しいからな。果たしてこの先にあるのかあ、これちょっとずれてる。ずれ、いや、合ってるな。こっち、あ、なんかちょっと見えてる。これかこれかなこっち側か。こっち側か。あ、あれかなんかあるね。あれかもしれん。ちょっと遠いな。怖えな。徒歩で行くのも。 怖いし、バイクで行くのも怖い。ああ、出てきたー。あれだー。間違いなくあれだー。原子力発電所、発見しました。怖えな。道を、安全な道を、ここを確保したいね。フレームでも置いて。逃げることもできないかもしれない。下手したら。どれぐらいで放射のゾーンなんだろう。 近づくだけで、どれぐらいそして放射能の影響があるかだよねゾンビもいるしなんか回復くれああスプリントかまあ骨折したら大変だからなああ今近づいてきましたもうそろそろ放射能やばいかな放射能やばそうだよね危篤かよし オッケー装備来たぞ乗り込むかとりあえず乗り込もう地雷気をつけて地雷ないかないねオッケーまあここまで来たらいけるでしょさあ防げるのかちゃんとうわ結構でけえなすげえなここは何があるんだおっシャッター式のドアおお、横開きいいね これなんか作れるからねガレージとかに置きたいんだけどねんゾンビかザコはいいザコはナイフで行こう間違えても無限ではないからなすげえなテクスチャがちゃんと読み込まれてないのか汚いんああゾンビ湧いてきたあこれゾンビ枠あれか車なのか特殊な車だじゃあいいもん見つかるかもしれないあ車めっちゃあるねすげえ 一応放射能の影響を受けてなさそうな感じあるよね。うん。とりあえずこのゾンビ潰しといた方がいいかな。全部処理しといた方が。あの車も何かあるかもしれないからな。多分ロックかかってる車じゃない。うーわーめっちゃある。ちょっといろんなもん、いらない。トレジャーはいらないな。さすがにこんなところで。ソルジャー。でもこいつら多たぶん何も。 おーすげえ !2 個も銃落としたぞここのやつらすごいんじゃないかもしかしたらここのやつらはかなりいいもの落とすのかワンランク上かもしれんもっと落とせうあ、犬まで出るのかそうだ犬出るのか恐ろしいぜ怖いクルクルしてるよし危ない危ない犬は怖いわ この距離で犬分かれるのは怖いよね。ー、惜しいね。パーツ。うわー、AK 出るね。もう持てないよー、私。もう出ない。まだ出るかな。まだ出そうだけどな。まだいるわ、出た。まだいるね。やっぱり、浮いてっなんだなんかダメージ食らったぞ。なんだ放射能うわ、なんだおっさん誰あ、おっさんあれか。 その前もいたポリスメンだななんか一瞬ダメージ食らったけど、こいつの特殊能力あったのかなそれかなんか放射能か。防ぎきれてない。完全に防ぎきれてない。よし。ダメージ食らったように見えたけど、ライフは減ってないな。今見たら。あ、スカルキャップスカルキャップだ。これあれじゃない。 これで作れんじゃないブラックスカルキャップでよかったのかなあ、違うな。ただのスカルキャップじゃないとダメなんだ。ブラックじゃダメだ。ブラックはいらないんだよ。ブラック色変えれないしな。ただのスカルキャップじゃないとダメか。あー、トマホークだ。いや、もういいや、トマホークもういいや。こんなに山ほどあるし、持って帰らなくていいや。捨てよう。あ、このおじさん、あポリスバトンだって警棒。 これでどんな命令も思う通りマジかよいらねえな。いらねえか。ピストルもこんな色しょぼいのいらねえな。別にこんなところでは持って帰る必要ないだろう。ポリスバトンはちょっと、どうだろうな。でもいらないか。いらなさそうだな。よし、こんなもんか。ちょっとなんか重いな。やっぱり、こういうところ、重いね。いで、やっぱなんか食らってる。食らってるように見えるだけか。 ここに近づいたらちょっと入るのか。だから近づきすぎるとダメなのかもしれないな、あれに。れでもなんか食らうな。食らってるように見えるだけなんよ。ライフ減ってないもん。いや、別の何かあれなのかもしれないな。怖いな。よし、とりあえずこの車、あってみるか。ただ壊せばよかったんだったかな、これって。ベンチじゃなくてもいけたよね、たぶん。よし、アンロック。 いっぱい入ってたよ。なんだこれガスえー、なんちゃら。ちょっと待ってよ。いろいろなもの捨てよう。トレジャー捨てて。トマホークも捨てて。よし、取った。このなんかエフェクトがちょっと怖い。もしかしたら別の何かね、溜まってるかもしんないからね。えー、っと、これは濃縮ウランは、えー、ステーションでスチールリングと一緒に燃料として使える。 あとはリングを手に入れるだけだ。あ、ここで使えるアイテムかこれもそうか。じゃあ、遠心分離器。そうだな。これもそうか。ここで、ビッグワークベンチで行うための特別な道具。なるほど。原発、えー、軌道手引き。なるほどね。これはあれか。説明書だ。放射線装備を着てください。で、スチールリング一つと、これをコアに格納。外部電源を入れる。タービン始動まで待つ。 なるほど。書いてあるね。書いてあるけど、なかなか難しそうだな。ここに書いてある日本語版ってことか。なるほどね。なかなか結構難しそうだな。でも、稼働させんのは。うわなんだここ、好きな。なんか、トラップとかないよね。急に扉閉まって、レーザーのなんか、切断するやつとか来ないよね。怖いな。何が待ち受けてるかわからん。 本当に何もない。何もないな。そしてやっぱ若干カクカクしてるね。重い。何もないような感じあるな。何もないのか。この辺は。ただの、部屋か。何があるんだろうか。簡単にはでも何もできなさそうだな。そういえば一応外側カウンター持ってきたけど、お、なんだ。あ、びっくりした。ただの警報か。 アイガーカウントも、あれかな使わないのかなただ、この、この原発の場所を教えてくれるだけだったのかな生きてる奴がいるとはな。よし。一生の、ただの一生のか。お、喋るとか。何か見つかるかな何もでもないかまあ、 よっぽどなものじゃない限り持っていくのは厳しい。トレジャー。何もなし。あ、まただ。また鳴っちゃった。これだけ車あったら鳴るよね。これででも、万が一車が爆発したら終わりだぞ、これ。うわ、びっくりした。危ない。いた。車爆発したら終わりだよね。本当に。大事故だよ。大事故が起きても、本当に。 俺も吹き飛ぶだろうし、ここもただじゃ済まないぞ。よし、ないか、何もないね。あ、マイニングヘルメット。あ、ペインキラー。特になしか。これは何だろうこれは何か特殊なものかな。関係ないか。 そして、まあ、問題はこっちの部屋か。二つあるね。あと、こっちから行ってみる。左の方が、んなんだ雲雲の声がしたな。厄介だな。雲の毒とかに犯されたくないからな。こんなところで。あ、こっちもちっちゃい小屋になってる。部屋になってるな。これ行ってみるか、先に。何もないのかなあ、なんかあるぞ。 あ、なんかあるぞ。あ、なんだこれは。サウスパークの人形とかいっぱい置かれてる。えっ、ー、と、オペレートディスマシーンって書いてある。あ、なんか使えない。パワーがないよって。なるほどね。パワー、あー、これがジェネレーターだからここに繋がないとダメなのか。電気を。あ、これがなんだ。作業台だ。さっ、雲の声がする。調べられない。これどこかあった。 えーっと、これもディスマシンか。名前はわかんないな。まあでもこれもだからさっきの手引き書にあったような、あれだよね、多分ね。作業台関連だろうね。雲どこにいるんだろう怖いな。急に冬を疲かれかねないからな、雲は。うん。で、外か。なるほどね。だからこのジェネレーターに、あれだよね、電力を。 つけないといけないんでね。旋盤に使ってるやつだよね、これね。なるほど。で、こう穴開いてるだから、ここに、あれか、ワイヤーを通せみたいな感じなのかな。ゾンビの声がする。これは守らないといけないね。壊されたりしたら厄介だからね。外にいるぞ、ゾンビ。騒がしいな、やめなさいよ。やめなさい。ここは入れない。関係者以外、立ち入り禁止だぞ。 よし。OK。まあ、とりあえず、あれだね。ここにワイヤーを繋ながないといけないみたいだな。あと、アァ1 6来るまではなんか、直接ね、電気システムがなかったからね。だから、なんか配置する感じだったらしいけど、アァ1 6でワイヤーで繋げれるようになったから、繋ぐだけでいいのかなペンチでね。どうなんだろう。ジェネレーターはさすがにないよな。 とりあえず行ってみようか、こっちも。あ、いる。あー、なんかいっぱいいる。いっぱいいるよ。ピエロのおじさんもいるし。ピエロのおじさんの特殊能力は俺あんま知らないんだよな、まだ。特に何もないのかな。左右に、ゆらゆらと。生きている。生きているだと。死んだか。 お警棒だ。警棒もいいかも。どう考えても。いらないんじゃないだろうか。警棒。強いのか。めまい100%ってはなってるけど。雲の声が結構近いな。この上にいたりするかもしれないな。あ、なんかいる。水着ゾンビだ。水着ゾンビとかもいるのか。この子にここにいるかね。 結構特殊なやついそうだな。怖えな、これ。地下もあんのか。マジか。でも、特に何もない。あ、なんだ、あれ。あ、関係ないか。ただの線か。特に何もないね。えお前はまだ生きてるやつだな。怖えな。あれ、どこ行ったあ、どこ行くの あれどこ行くんだあいつ来いよどこを殴っている当たらないしあっち出て,てで行こうあれ死なない意外と死ななかった何も持ってないこいつは何も持ってないなこっちは外だよね外だよね上おー機械制御ルームか 何かあるのかなあの、あれかな作業台とかがあるだけでもしかしたらこの中とかは隠しとかはないのかもしれないな。ああ、スカルキャップだー。スカルキャップ来ました。ついに。私はこれを探し求めていたんだ。よしよしよし。スカルキャップは重要だ。警棒を捨てようちょ。バイクに預けてきたよかったけど。まあいいか。スカルキャップさえあればこれ作れるからね。ガード にまたた近づいたとガードがもうすぐ作れるあとはブラックじゃない。ただのデニムパンツか。ただのデニムパンツが必要。あ,あ、水着ゾンビいるわ。あいつ全然気づかなねえねこっち。暗いからかな。室内暗いのかな、結構。アイニューヘルメットもつけてないしね。ちょっともう、なんだその動きは。妙な動きをやらせよ。 なかなかでもしぶといよしちょっとオーバーに倒れるからさあれ消えたあいけた何も持ってない何も持ってないのかようわすげえテレビいっぱいあるテレビとマシンがいっぱいあるぞすげえ広いな無駄に広いあれあれお前生きて生きてるあれ生き返ったわけじゃない新しいのがただ同じ場所に湧いたのかスリーパーで可能性はある こっちも特に何もないな。デスク。あこっちもデスクだけか。お玉。微妙だな。微妙な玉。いらないか、今は。うん、特にだな。何もないね。ここはこれだけだよね。あれ、また湧いてんじゃん。あれ、でもさっきと同じところで湧いてる 倒したところで出てるってことこいつよみがえってんのかもしかしてかはくじせさっき倒したところだもんねよしこいつ復活すんのかなもしかしてこれならどうだうこれで様子を見ようよしそしてとりあえずあとはこっちも行ったから下か下の階だよね オッケーオッケー下行ってみるか復活はまだしてないよし下あっ行ってみるかおおなんだ地下かどうなってんだろう,うわあ雲の巣があるあーうわーマジか出てきちゃったよやばい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 危ない雲の巣かよマジかよ ああ、怖い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 、やったぜ。うわあ、まだいる、まだいる、怖え。ちょっと怖えな。お前らが騒がしかったのか。なんだあれあ、バケモンいる。ケモンがいます。そこに、あ、なんかエフェクトをき散らしてるバケモンがいる。なんだ、ふ、ふんどしみたいな、つけてるぞ。赤い。危険だ。あいつは確実に危険だと思われる。危険な敵。に違いない。 あれ消えた。階段の下かまさか。まさかと思う。階段の下に行ったんではなかろうな。卑怯だぞ。卑怯だぞ。あ、いる。怖え。怖え。こいつの特殊能力が怖え。なんだ殴ってやる。いやばい。来てる来てる。危ない危ない。くそ、こんな狭いとこじゃ、まともに戦えないな。やり合えないじゃないか。 くそ階段壊すか姿を見せろどこだどこ行ったあいたいたぞクソ狙いにくいよしくたまりやがれこいつはここのポーズかなやったかうわびっくりしゃ びっくりした、ピエロ。あいつが復活させたのかなもしかして。うわ、いっぱい持ってる。いらない。今はいらない。こいつが復活させてたネクロマンシーかなもしかして。わからんけど。怖えな。クモもまだいる声はするよね。死体かな全部。うわ、すげえ。 ボスってて書いてあるレズボスって書いてあるさあ何か何かくれこれ何かくれるんじゃないああなんだこれよしシリンダーブローニングマシンガンのパーツあマジか武器のパーツなんだブローニングガンかあなんかでも聞いたことあるな雲の声が怖いそしてアニマルハイド 雲の毒とか手に入らないか。クモは特に何も手に入らなかったかな。まあいいか。レッドデニムパンツ。普通のデニムパンツくれ。フッドボール。ああ、シャツか。いらない。重いな。これも壊していいのかな。クモの人は邪魔だから壊すか。怖いからね。復活されても厄介だ。あれ違うな。これか。壊れた。よし。 オオッケーオッケケもう生きてる雲はいない声はするからまだ多分どっかでいるんだろうなあ。え声これあれじゃないエグゾーエグゾーバグだ。やったぞ。クモの声近いなしかし。うわいた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 。いたあぶねーびっくりー。まだいたかこれういうとこ引っかかってたんだな。 いいないよしやったぞ宝だこれにエグゾーンアイテム入ってんのかな欲しいな頼むおーっとなんだこれはフレームスロア開放射器開放射器だ開放射器来たぞやった完成品の武器だ新武器ついに来たぞそしてなんだこれは燃料開放射器の燃料弾薬かなるほどおーすげえすげえのついに手に入れた ちょっと荷物がいっぱいすぎる。ちょっとウィップ捨てるか。ウィップ一応持ってきたけど捨てよう。も石、石と捨てよう。石とウィップを捨てよやったぞついにあ新武器を手に入れたぞ。私は。おー、すげえ。どうなんだこれ強いのかえーっと、なんだこれ使えないのかなエグゾーなんちゃらがないと使えないってことあ、 エグゾスーツとか着ないと使えないのかなこういう大型武器は。そんな感じがする。中華機はエグゾスケールトンスーツに動力補給して使いますって書いてある。マジかー。なるほど。結局じゃあまだ使えないのか。残念。火炎放射器が手に入れたが。残念だったな。まあいいか。ん なんだここは怪しいぞ怪しいポイントに来たぞなんかゾンビの声もするしな怖いな上もあるしなあなるほどなんかなってるあこれがあれかな原子炉のあれの部分かここで何かすんのかなうんつながってるもんねパイプみたいなのね上行ってみようちょっとああ水かこれ水で冷やされてんだなるほどね 雲の声まだすんだよな。これ中とかにいるんじゃないのここから降りてみるか。はしごがある。わあ、水だ。冷やされてんだな、これで。炉心的なやつ。いけんのか。ああ、雲いるじゃん。やっぱいたわ、そこに。よし。これで平和だ。これどこ調べれんの どこ調べれるんだろう全然わかんない。ああ、全然わかんない。どこ調べれるか全然わかんないわ。行き行き行き。行きくれ。もっと下の方かな。結構大変だよ、これ。ここか。この辺か。違う。 ないないぞ調べられないのこれもしかしてこれを何かするわけじゃないのかなうーん分からんしかもなんか水の中なんか操作しにくいぞ普段より操作しにくい気がするこの水ただの水じゃないのか危険な水かもしれんでも特に何も出ないよねアクションうん 当たり判定がもしかしたら小さいのかもしんないけど。わからんねえ。わからんわ。とりあえず諦めよう。一旦、どの道今は何もできないかもしれない。動力もないしな。一旦引き上げるか。荷物もいっぱいだしな。危険すぎる、ここは。ここで留まるのは危険だろう。よし。はしご、あれはしごどれこれはしごだよね。 これは、はしごだよね。大丈夫か大丈夫かよしよし、一旦下に降りよう戻ろう、来た道を敵も復活してる可能性もあるからな怖いボスとかも復活すんのかなうんなんだ雲の声もするし、なんだ蛇かなんだ怖えなよし ゾンビかゾンビどこにいたんだろうまた埋まってったのかもしんないな。声はするけど、埋まってんのかなその可能性あるよね。どっかに閉じ込められてんだな、きっと。こっちの建物は、そして、あこっちとつながってたんだな。この下が、そのあれだったんだな、きっと。あの、水があったところだよね。なるほど。じゃあ、これで、とりあえずは。 探索は終わった感じかなまだ使い方がいまいちわかんないな。とりあえずこの手引き書だな。手引き書の通りやらないといけないのかな。まあ、このウラニウムこれはどれだこれはないのかなこれ俺持ってない。あ、これだな。これと、この2つと、スティールリング。スティールリングっていうのを、スティールリングは作らないといけないのかな。 あ、スチールリング。これか。ホージドスチール15個で作れるんだ。あー、これ持ってきてないね。ってことは、どの道、厳しいか。ここだと厳しいかもしれないな。今はね。どの道荷物もいっぱいだしね。とりあえず、戦利品自体は手に入ったからな。とりあえず、持って帰るべきかな。持って帰るというか、町に置いておくか。あの町も探索したいからね。うん。 それか取りに帰ってもいいねせっかくだからね町探索する前にちょっと荷物もいっぱいだし取りに帰るというのもてか一つだなそんなに遠くなかったから多分帰るのはねそこまでね難しくはないね割と近かったすぐ来れるからうんとりに帰るか取りに帰ってちょっとまた。 作業ね、できそうだったらやってみるか。で、街探索だな。こっちの、ここの街を探索してね、さらにアイテムを見つけよう。まあ、今回もそれなりに収穫あったよね。AK2 つ、MTAR1 つ、SMG のパーツとか、あとまあ、この辺ね、特殊なやつね、ブローニングマシンガンもそうだけど、あと火炎放射器ね、手に入ったな。あとはエグゾス,スーツか。エグゾスこのスーツをまず手に入れないと。 厳ししいのかもしれな,いなまあとりあえずまたその辺をね探していきましょう。というわけで今回はこの辺で終了したいと思います。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。